ショートコーナー戻して1回変化を与えて中村からエドワルドネット押し込んでいきました。1点返した。谷口が押し込みました。エドワルドネットのヘディング、そしてこぼれを谷口が押し込んで2対1。非常に大きいですね。しかも今のコーナーキック少し変化を加えて、ね、はい、これで少しボールオンチャーになりましたね。ドスの選手はね、まずこれエドワルドネットが行ったんですが、その流れからの谷口、ここはついてたんですけどね。